はい、なんでしょう。お、え、ピーチ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 の新しいゲームかこれ。いや、めっちゃグラフィック綺麗すぎる。やば。きらめき劇場、ああそうだね、最初の前回の忍大の時に出てたね、劇場からね。いやー、このゲーム楽しみだな。突如現れたブレイク劇団と名乗る者たちが劇場を、おー、劇場系って感じだね。なんかいかにもオペラみたいだね。この場所、あれ、王冠がない。妖精ステラと共に奪われたのか。ショーが幕を開ける。マリオが帽子奪われ、今度はピーチも王冠奪われちゃうのか。上演予定の舞台、はいはいはい、いやステラにもらったリボンの力で、そういうことね、はいはい、王冠バレーかリボンとするって感じか。でも、いや、リボン姿のピーチも可愛いですね。そんな時は、何、あ、変身するやつか。前の、これは前の忍耐でもちょっと出てたやつですね。いいよね、このカラーリングのピーチもいいと思うんだ。ピーチが剣士の姿に、かっこいいじゃん、剣士のピーチ。これはマリカツにもいなかった姿ですね。いやー、いいですね。うわー、本当になんかもう劇場見てる感じ、いいな。乗っ取られた舞台は他にも、他にも、おお、ちゃんと劇場が1個だけじゃなくてね、他の劇場もあるよと。おお、探偵ピーチ、いいっすね。いいねいいね。お菓子が奪われてしまったスイーツの祭典、やめてお菓子奪わないで。パティシエになって、あー、パティシエ、あ、かわいい、それかわいいいいね。いや、これはやりたいゲームだな。まだ、おお、いや、それいいな、そのピーチいいな、カンフーピーチいいな。あらあら、かっこいいじゃないの。さらに、さらに、これだけではありません、他にもある。おお、他は実際プレイしてみてくれといった感じかな。プリンセスピーチショータイム、あ、来年3月ね。オッケーオッケー、危ない危ない、そんなすぐだったらやべえと思ったけど、ゆっくりと待てられるね、これなら。プリンセスピーチショータイムです。いや、でもこれいいな、やっぱ今までにないピーチが出てていいですね。素晴らしい、これは絶対やりたいですね。